152はドイツのユンカース社が開発した航空機である。原型機は1930年に単発で初飛行したが、1932年に BMW のエンジンを3発にすることによって性能が向上した。一般に152といえば、この3発型152、3メートルの方が知られている。枝番号3メートルの M は、 ドイツ語のエンジンを意味するモーターの頭文字である。ルフトバッフェの兵士たちからはタンテジュと呼ばれ親しまれた。機体構造はユンカース社が得意とする交換骨格にジュラルミンの波形外反を張ったものである。これは重量を増さずに機体の強度を上げる狙いがあったが速度を増すと空気抵抗が増える弱点も抱えていた。離着陸距離が短いため 小さな飛行場での運用も可能で、一説には、サッカーグラウンドでも離着陸が可能であったと言われる。これは、ことに、軍用輸送機として、非常に大きな利点であった。欠点としては、エンジンの非力さ、それによる速度の低さが上げられる。初期のエンジン1機の出力は 524HP に、過ぎず、後に 830HP のエンジンに変えられたが、それでも、 最大速度は時速 295km でしかなかった。この鈍速さに加え、航続距離が短かったために、作戦行動範囲が限られていたことと、合わせて防御火器の貧弱さや制空権の一失という事情もあって、第二次世界大戦中期以降、多くの機体が連合国軍機により撃墜された。15、12の喪失は結果として輸送力の低下を招き、 戦線を拡大しすぎたドイツ国防軍にとって大きな痛手となった。特に1512のパイロットは主に飛行学校の教官が担っていたため彼らを多数失ったことはドイツ空軍が弱体化する要因の一つとなった。またユンカース流の交換構造とジュラルミンナミタによる機体構造は 1930年代後半以降、モノコック構造の新型航空機が出現すると、早くも旧式化した。輸送機としての効率面で、例えば、連合国側の C-47 スカイトレインや、同盟国日本の100式輸送機などに比して劣ることは、否めなかった。フィンエアと、ルフトハンザドイツ航空の1 0 5 0 2 0 5 0には、 第二次世界大戦開戦までの1930年代にかけて、ルフトハンザ社の主力旅客機として多用され、ベルリン・ローマ間を8時間で結ぶなど、各路線で活躍した。また、友好国のフィンランドやスペインにも輸出され、各国の航空会社で使用された。輸出型も作られ、プラットホイット 2R-1340、エンジンや、 ブリストルペガサスエンジンに換装された機体もあった。軍用では1936年に勃発したスペイン内戦でスペイン側やコンドル軍団が運用した。一部は中座や爆弾層を有する爆撃機として使われゲルニカ爆撃に用いられたのも陶器である。第二次大戦ではドイツ空軍の主力輸送機として電撃戦での空底降下や 戦術輸送に多用されたが、低速で武装が貧弱であるため、多くが撃墜された。1512は、1930年代後半以降は、時代遅れの感が強い機体であったが、第二次大戦終了まで、ドイツ軍輸送機の主力であり続けた。これは、この機の高い信頼性や扱いやすさによるものだったが、戦況の悪化により、 ドイツがより近代的な輸送機を量産できなかったことの理由である。終戦までに軍民合わせて4800機余りが生産された。戦後もフランスやスペインでカーサ 352-3M として1952年までライセンス生産され、1960年代までヨーロッパの定期航路を飛び続けた。軍用機としてもフランス空軍やスペイン空軍のほか。 ユーゴスラビア空軍や南アメリカの各国軍などで運用された。フランス空軍の機体はインドシナ戦争で用いられ、一部はゲルカガソリンを詰めたドラム缶を投下する簡易爆撃機として用いられた。スイス空軍では1980年代まで使用された。2000年にはスイスのチュエアー所有の機体が IWC の世界一周プロモーションで1月にスイスを出発し、中東、マレーシアを経由して3月に日本に来たが、ロシアの通行許可が出ず、来た、逆の経路でスイスに戻った。現在でもまだ数機が残っており、2009年夏にルフトハンザドイツ航空が定期遊覧飛行を復活させた。2018年8月4日、 スイス南東部グラウビューンデン州にて、遊覧飛行中の同期が墜落、乗客乗員20人全員が死亡した。IWC のパイロットウォッチ、マーク XV3 のケース裏蓋に15、12、3メートルの機影が刻印されている。ありがとうございます。